チャンネル登録者700万人ありがとうございます。いや700万人とうとう来ました。ラッキーセブン、まあラッキーフォーもあります。ラッキーフォーってね、死ですの死じゃなくてね、あの幸せの日、ラッキーの死ね、4幸せの死ってね、幸福の幸みたいな、そんなんでよかったけど、まあ正真正銘はラッキーセブンですよ。700万人ね、700万人来たことによって別に何もないと。だって700万人に来てないんだもん。感想なんかあるわけないだろ。なんか逆切れだよ、俺この企画自分でやっといて。クソみたいな企画でもね、企画だよ。でも、この企画を生んだ俺は、この企画を愛さなきゃいけない。男はどんと胸を張れ。うん。ね、これ、ワンピースの名言言ったからってキモいと思ってるやついるだろ。なあ、ムカつくのお前。いいだろ別に漫画ネタ言ったって。俺がそういうのを OK って風潮にしていきたいのね。ちょっと頑張っていこう、頑張ってトムさんずっと言っていこう。それはただ厄介なやつで、厄介だな。おー、すーごいお金欲しい。いや別にお金今欲しくない。欲しいもんなんだろうな今。無駄遣いしかない。本当に欲しいもんないわ。ワンピーススタンピードくらいだな。ワンピーススタンピードいち早くブルーレイで欲しい。それだけ。ただそれだけ。いやもうなんかもうやけくそになって動画撮ってんな。でも今日はすごい動画撮れる日なのよ。撮れるしかないよ。700万人はどうしたの？でも700万人の手で喜ばなきゃいけないの？でもやっぱり絶対嬉しいよね。100万人、200万人、300万人、400万人、500万人、600万人、700万人。早く1000万人言わせろ。うん。キリが悪いんじゃ。うん。早く1000万人言わせろ、本当に。なんでそれ、俺を海賊王にならせろみたいな。だからいや、さすがにもう漫画ネタ封印するわ。面白くないから。ワンピースの価値が下がるよ。俺がもっと面白いこと言わなきゃいけない。ちょっと精進していきます。ワンピース怪我さないように面白いこと言っていきたいな。うん、別に、いつ俺が面白いんだよっていう人いるでしょ。うるさい、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 聞こえない、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 聞こえないよ。頭かゆいな。7000万人いったので、プレゼント企画ということで、僕のクローンをね、100万名様に、100万体なんで1億体プレゼントです、はい、僕のクローンはね、はい、あと僕のクローンなんで丁重に扱ってくださいね、はい、ということでよろしくお願いしますということでね、人口1億人、チャンネル登録者はもうこれで1億人増えたね。みんなちゃんと扱えよ。捨てるなよ。ね。鳩の3600倍の帰巣本能があるので、あなたの家に帰ってきますんでね。無理です。はい。はい。捨てても戻ってくるし、捨てられないように呼吸の真似をします。あと子供とか行ったら人質を取るので、子供に。はい。気をつけてくださいね。うん。うん。あと手の中にね、カパッと外れて、あの、迫撃砲の威力を出すね、大砲があるので気をつけてください。絶対子供とかね、あの、愛する者がいる人、気をつけてくださいね。あの、人質を取るので、俺は。でもその代わり楽しい毎日が過ごせますけど、あの、多分ノイローゼになります。24時間喋れるんだね。ということでね、はじま京志郎チャンネル、はじま京志郎ロボチャンネルもね、1億個解説として、チャンネル登録者、1億700万人いっちゃうな。で一応、はじま京志郎のね、食費はね、ご飯くれたら喜びますが、基本的に空気で大丈夫です。はい。霞を食って生きる。仙人ロボです。ですけど、面白いことを喋るために美味しいものを食べさせれば食べさせるほど、面白い話が長く続くので、空気食わせてるだけだと、あんま意味ないです。で、悪口しか言いません。あとなんかすごいいたずらにピザ30枚とか注文します。気をつけてください。ではね、プレゼント企画、嘘です。はじま京志郎のね、メカクローン。あげません。やっぱあげませんっていうか作れません。作れてません。はい。別に俺1億体もいたらちょっと怖いです。はい。おい。はい、
チャンネル登録者の間にありがとうございました。1000万人までね、駆け上っていきます。でもこれってさ、すごい頑張ってる YouTuber に失礼じゃない？怒られようかな、もう。みんなから怒られるわ、俺は。で、泣きます。久しぶりに泣きたいので、はい。やっぱ1ヶ月に1回泣いとかなきゃいけないんで、いろんな大物 YouTuber に怒られて泣きます。泣くために俺はこの動画撮ってますね。なんでね、1000万人まで撮ればいいな。じゃあ700万人。でもね、すごいね。じゃあみんなもね、チャンネル登録者700万人まで行ってみてはどうでしょうか。すごいなんかね、700万人からの景色っていうのは、すごいですよ。街へ行ってもね、別に声はかけられない。なんでかって俺が外に出ないから。全部家の中で済ましてるので。あざした。喋ることないな。本当に薄っぺらいな。1000万人まで来たら、その一丁前に YouTube 論とか喋ろうかな。いや、喋んない。もう俺、とりあえずこの動画撮りたいだけなんだよ。じゃあねー。あ、またねー。またねー。あら、あれの歯見ろ。俺最近もうさ、俺もう死ぬんじゃないかな。ちょっとさらけ出してき、脇も見せてこうかな。さすがに脇は見せれない。俺の脇黒いんですよ。単純に肥満でなんか皮膚が黒くなるらしいの。俺の首も黒いでしょ。すごい黒いでしょ。これも肥満か、もしくは糖尿病。嫌だよ、糖尿病。でも多分糖尿病じゃないんですよ。そこまでね、糖尿病の、あ、でもなんか、痛風かと思ったら親指痛くなってきた。でもこれ痛風じゃないよな。でも、痛風ってめちゃくちゃ痛いんじゃないの。ちょっと痛いから。ちょっと痛風になるから、ミニ痛風みたいなね。ダイエットしよう。もう頑張ってダイエットしよう。まあ、してる最中ですのでね。いやー、痩せたら人気出るかな。でも人気が欲しいんじゃなくてお金が欲しいんだよ。別に。チャンネル登録者数なんか俺別に5万人くらいでいいよ。でも5万人必ずみんな見てくれるみたいなさ。それは嬉しいけどさ。With the sky, with the sky, with the sky. はい。どういう、しょうもない嘘ばっかついていこうかな。ということで、あざっしゃー。またね。